こんにちは仏壇事 com の高安です、えー、と今日はまたコメントにどんどん答えてみるっていうのをやっていきたいと思います。えー、とまず航路の範囲の掃除の、えー、と仏壇のうんちくの動画に、えー、とコメントをいただきました。えっ、ー、と、「調配はしないのですか?」っていうあのご質問があったんですけど、えっ、ー、と、質問に質問で返して申し訳ないんですけど、長配っていうのはどのことを言って い肺っ,っ,てて、えー、っていう言葉自体があの検索とかしても出てこなくて周囲に聞いてもわからないっていうんですね。で肺、えー、のこの掃除の時に出てくるやり方というか、まあ、あの古いとかにかけて古いにかけて先行、えー、の残り先行の残りを、えー、と掃除する。 掃除するっていうやり方もありますし灰の表面香炉の灰の表面を、えー、と大きなフォークみたいのできれいにするっていうのも整えるっていう意味ではあるのかなと思っていて、えー、とこれのどっちなのかどっちかなのかはたまた違うことなのかっていうのがちょっとわからないのでこの「長灰」っていう意味を教えていただければなと思います。であとは、えー、と沖縄の,ユタの話を の、えー、と動画にコメント言ってた石垣島にユたに出会いどん底にいたオイラを救っていただきました。あのはいあの、確かにそういう方もいらっしゃると思うので、あのよくいいユタに出会えてよかったねっていう感じかな。であとは、えーと、お墓に日頃行ってはいけない革新的な理由があるならそれを知りたい。本当に日頃行ってはいけないんですかこの日頃っていうのがすごく難しくて。えっ、ー、と 沖縄では昔から、石垣とかもそうなんですけどあの、お墓にはあまり行くなよって言われることがあるんですね。で、えー、とこれ調べてみたら、えーと、お墓に行くなよって言ってるのには、いろんな意味があって、えーと、お墓ってまず誰もいないから危なくて行くなよって言ってる人もいるし、えー、とこの日頃、お墓に行ってはいけない日は逆にいつですかって言って調べたら、 えとまず自分の生まれた干と自分の生まれ干との日はお墓には行ってはいけないよっていうのがあります。で、それぐらいかなって思っているのであの、日頃行ってはいけないかって革新的な理由っていうのがすごく難しい捉え方かなと思う。私がすごい難しいなって思うのが、絶対行ってはいけないかって言われたら、 例えば、誰かが亡くなって、えーと、何かお墓に行かないといけないとかっていうときが自分の生まれ、えとの日だったら、どうしても例えば自分の親だから行きたいっていう人もいるし、なので、革新的って言われるとすごい難しいなって思うんですけど、絶対になのかな,なのかっていうのがちょっと難しいなと思うんですけど、基本的にお墓に行ってはいけない日は自分の生まれたえとの日だけだと思ってます。で、あとは えっとご回答ありがとうございます。沖縄の人たちは伝統を大切にされていて、本当に素晴らしいと思いますし。修羅ましいです。っていうことなんですけど、えっ、ー、と、これは沖縄県外を見ても沖縄県内を見ても一緒だと思います。あの、伝統とか昔からの風習っていうのを大切にしている人もいますし、逆に今の時代、もう令和の時代だから、こういうのは関係ないよ。っていう人もいるしで、最終的には自分たちがいろんなものを見て、いろんなものを聞いてどこに判断するかっていうのは？ 私たちだと思ってますで私もあの仕事的には IT の方なのでこの IT っていう要は今の時代にしかないものっていうのを仕事にしてますけどこういう仏壇事とかかんのこととかっていうのは何かその時に意味があってこういうのが今でもあの信じられてるというか継続されてるっていうのがあるのでそれを忘れられていったものもあると思うんですね。でそのの忘れられらていったものも 逆に、うん、と掘り起こしてやらなければいけないものがあるんだったらやった方がいいっていう考え方なのであの今こういう動画撮ったりとか勉強したりとかっていうのをしています。で、あと、床の神のこと、徳主にですね床の、床の間の神様のことも教えていただけますか。これはまた別で動画を撮ってあのほあ説明をします。で、あとは、えー、とはえ お母さんが豊だった人のお母さんの観音様はどうするのっていう、えー、と質問に対して昔全く同じ問題にあったことがあります実家で千住観音と三節の精子菩薩を挙げてました拝んでる本人が亡くなったのでお寺の方に三玉、えー、抜きですねあの魂であそう霊を抜いてウコールは17本の三束で不通休食い下欺要はほど、えー、く拝みで下げる拝みをして何の不足もありませんでしたっていうことでした で、えーとまあ、参考にしてください。あとは、えーと、うちゃとみじとって書いてあるんですけど、うちゃとっていうのはお茶あげることで、みじとっていうのは水あげることなんですけど、あのひぬかにはお茶あげないので、あのみじとっていう人もいますし、えーと、仏壇にはうちゃとって言いますね。で、あとはいつも見させていただいてます。すごくわかりやすくとても勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。私も勉強になってます。で、えー、と私もっと私も 最初は全然本当に分からなくて「ユた」にもあったことがないし「ユた」どころか仏壇何本線こうやるっていうも分からなかったのであの今私がこうやってるのは私の親とかはそとても珍しく見ています。であと「ゆた」を紹介してほしいっていう動画に「ま、そのユたの得意とする番がありますからね」っていうの「すく文」っていうのがあって要はこの人がどういう役割を与えられてるか。 っていうのがあるんですね。これはユタの,の人たちだけじゃなくて私たちにもみんなあって要は、うん、とこういうやる係、うん、じゃないけどこういうものをやる人なんか例えば家系図とかを作る人とかこういうユタの道に行く人とかっていうこの役割スクぐんって役割が決まってるっていうふうに言われているのでこの,あの得意とするもの があったり役割を与えられてたりっていうのがあるので簡単に言ったって紹介できないよねっていうこともあります。であとは「あの一代」と「一世」「一代」一「一,代と一世」っていう動画をあの出したんですけどこれは、えー、と皆さんには「一代」っていうのは通用するが「一世」っていうのは「うじ」関係「うじ」を持ってる人だけに当てはまる言葉ですかって教えていただきたいっていうのがあるんですけど「あの 逆に氏を持っていないところはどこから一生とするかっていう問題でみんな止まってるんですね。で、例えば長男がいて、これがおじいだったとしますよね。おじいは長男で、おじいの子供に長男と次男がいて、自分のお父さんは次男だと。で、この長男は長男がいて、次男のお父さんには長男がいて、私はこれですよって例えばなったときに、えっ、ー、と、おじいを 1>, 1世って言って2世、3世って言って、ここはこっちで1世、2世、3世って数えてる場合があるんですけど、1世、2世、3世って数えてる場合があるんですけど、ここのお家は自分のお父さんは次男だから、おじいのところとは関係なく、お父さんを1世として見てて、2世として見てるよっていうお家もあるんですよ。で、そうすると、この本人から言ったら、自分はお父さんから言ったら2世になるんだけど、おじいから言ったら2世ではないので、 どこから見てるのっていうのが、うじを持ってないところは、この誤差っていうか、おうちによって全然捉え方が違うんですね。なので、うじを持ってるところだけですかって言われると、うじを持ってないところも1世、2世って言ってるところはあるんですけど、果たしてそれがどのルールによって一世、二世ってつけられてるかっていうのが、そのおうちによって違うっていうだけですね。で、1世、2世とか1代、2代っていうのは、便宜的につく 付けられた数え方なのであの必ずこれが一斉ですよという決まりがあったわけではないのでこれ今便宜的に使っているだけなのでこれがあるから偉いとかないからダメとかではないのでそこはちょっと勘違いしないでいただきたいなと思います。で、えー、と私の父方の家計は子孫が繁栄していない引きこもりが多いのですが子孫繁栄はタームですが商売繁盛は何の食べ物ですかあの 食べ物をこれをやったら、うん、と例えばタームを毎日食べてたら子孫繁栄かっていうこの考え方ではなくて、えー、と例えば沖縄の重箱には全部海のものとか山のものとか海の幸山の幸で、えー、とこのタイムは子孫繁栄の、えー、と象徴みたいな。 願いが込められてるっていう考え方なので、商売繁盛は何の食べ物ですかって言われると、商売繁盛の食べ物っていうのは、重箱にも入ってないし、えーと、そういう定義もされていなくて、どっちかっていうと、商売繁盛はあの五穀豊穣、要は昔は商売の繁盛っていうのは、この、ね、作物が取れたりとか、それが売れたりとかなので、五穀豊穣で考えると、例えば、えーと、これはもう食べ物じゃなくて、 えと行事になってしまうんですけど5月の馬地とか5月の馬地とか、えー、と五穀豊穣を祈るものっていうのは沖縄にはいっぱい行事があるので馬地にはこの花米お米をあの重箱に入れて花米にしてそれをみんなでおうちで炊いて食べるとかっていうのがあるのでそれ五穀豊穣で。 まあ言葉を変えれば商売繁盛の一つもあるかなと思うんですけど商売繁盛は食べ物が象徴的な食べ物があるっていうのはちょっと聞いたことがないですね。であとは仏壇は長男が持たないといけないのっていうあの動画にえとこの場合だと私の母お母さんが長男が継承していない仏壇を預かり仏壇で供養したってことですかって書いてあるんですけどこれあのちょっと勘違いしてるかなって思うのが 私私がいますよね。で、私の、これちょっと分かりにくいね。私のお父さんがいて、お母さんがいて、うちのお父さん亡くなってるんですよ。で、私がいるじゃないですか。で、弟がいて、長男がいて、次男がいるんですけど、お父さんが亡くなった時に、仏壇って普通誰が持ちますかって言ったら、奥さんがまず持ちますよね。で、奥さんである、私のお母さんが持つ。で、 長男が継承していない仏壇を預かり仏壇で供養してるんじゃなくてお父さんの仏壇はお父さんが亡くなったときにお母さんが次は持ちますよね。お母さんが亡くなったときに長男に降りてくるっていう考え方なので預かりでお母さんが持ってるかって言ったらちょっと表現は違うんですね。お母さんが持つべきものではあるんですけどお母さんが告げるものではなくて持つものではあるけど告げるものではない。 ただ、女が仏壇持つっていうのはできないじゃないですか、基本的には。だから継ぐものではないという表現をしているんですけど例えばお母さんが高齢でもう見れない仏壇とか見れないよっていう時は、お母さんが生きてても長男が見ることがあるし、逆でお父さんが生きててお母さんが亡くなっている場合でも、そのまま長男が見ることがあるっていう意味ですね。なので、私たちの場合は今、お父さんが亡くなってお母さんは元気で生きているので、お母さんが持ってるっていうだけです。で えとあとは先祖が子孫を不幸にするわけがないっていうのの本質っていう動画に、えー、といつも勉強させてもらってますいいえ、こちらこそありがとうございます、見ていただいて、であと子供の頃からずっと転ぶ、怪我する、病気、事故、対人トラブル、警察沙汰、大人になっても災難が多すぎて、誰かから呪わ,れる呪われてるんだと本気で思っていたと、よく死にたくもなりました、知らせって気づくまで時間もだいぶかかりました。し親は無知知なので知らんよ っっていうのが得意だったとあのそんな親もやっぱり両親揃って美容気や人の悪,悪口行動らでおかしくなっていたしやるべきことをなぜ子どもの頃から意識づけができなかったかと疑問になります親も拝ごとや仏壇事を子どものうちから見せられ聞かされていたら多少は違った人生だったのかなと思いました親は全くやる気はありませんその無知な親の子の私も無知だったけど先祖や神様 繋がっておけば、私の子供は幸せせに暮らせるでしょうかもちろん私も今から勉強なので覚えた分は子供に伝えていこうと思いますが誰かが苦しまないと気づけないなんて犠牲者高生まれが必要なんですね知らない人は知らないのにすごくそんな人生に覚えましたっていうことなんですけど私はいくつになってもそれに気づいたっていうことがいいことじゃないかなと思っていてえっ、ー、と親 うちの親の子の私をお持ちだったと先祖や神様つながっておけば私の子供は幸せに暮らせるかって言ったら、えー、と自分の子供自分の子ってことは自分の子供はえっ、ー、は夫、この人が男なのか女なのかはからないですけど男性だった、女性だったっていう場合は男の人が自分の子供って言ってる場合は自分の親のことなんですね。 女の人が自分の子供って言ってる場合、自分の子供にこういうのを生かせないようにするためには、男性側、自分の旦那側の親のところっていうのをやらないといけないというか、そこの方がえっ、ー、が影響を受ける比率が高いのであの、そっちの方をやるっていう感じかなと思います。なので、えー、と子供、うんと親も私、この話を聞いて思ったのが、親も知らんよっていうのが得意だったっていうのは、親も知らなかったので、 教えられはしなないいじゃないですかだから例えば今私たちの周りにいてなんかおかしいよねって言ってる人はやっぱり怪我したりとか転んだりとか病気したりとか何かがおかしいんじゃない自分なんかがわからない何かが動いてるかもって言って病院行ったりわかる人に聞いたり先祖ごとやったりとかっていう人は実際やっぱりいらっしゃいます。なのであの私も あの仏壇事とか拝み事と、うちのお父さんとお母さんはやってた方だと思うけど意味が分かってやってたかって言ったら意味が分かってはやってないこんなってやりなさいって言われたからやってただけでじゃあそれを私たちが意味を知って意味を聞いて大きくなったかって言ったらそうでもないでやっぱり大人になったら結婚するじゃないですか私は女性なので結婚してこの結婚した相手の親も あんまりこういうのは信じてなくてっていうのがあった時に全然やっぱり変わると思うんですねだけど自分の子供のことになったらやっぱりねちょっと考え方が変わるっていうのは大きく変わるかなって思うのはあったのであの自分の子供を幸せにしたいんだったら男性側もしこの方が男性であれば自分の親側女性であれば夫側の親側これが例えば別れてたとしてもこの子供のお父さん種 の方をちょっととと立てていかないといいいかかなななけ思いますで誰かが苦しまないと気づけないなんて犠牲者高生まれの人を犠牲者って言うかって言ったらそうではないとも思っているのであのなんていうのかすごくここって、ね、この人にしか分からない苦労だったりとか辛さっていうのはあると思うんですけどあのそれをなんか後ろを振り返ってああだったこうだったっていうよりか今からどうした方がいいのっていうのに私は頭をシフトしたので。 あの今から勉強していったら気づかないで死ぬ人もいるわけだから自分も気づいてよかったなって思ってあの進んでいったらいいんじゃないかなと思いますあの私も、ね、明るく毎日喋ってますけどあの大変なことはもちろんあるし死にたいって思ったこともあるしなんか、ね、みんなに周りからは明るくていいよねいつもニコニコしてるよねって言われるんですけどそうじゃない一面っていうのもやっぱりあるので。あの なんか自分だけって思ってふさぎ込んでた時期もあるんですけどちょっと前を向いていけるようになってからは今はとっても楽しいかなと思ってます心も落ち着いてますであの、まあ、事故とかもありますよこの間もぶつけられたしあの私が歩いてるところに車がぶつかってきたしとかっていうのはよくあるんですけどあのそれもいいように捉えられるようになりましたこれぐらいで済んでよかったねって思うようになりましたっていうことでえっ、ー、と1月21日までの あの私が今まで見てるコメントにちょっとザザザッと答えさせていただきました。えっと、文字であの答えようとするとすごく長くなってしまうので、週に1回ぐらいこういうコメントに返信してみたっていう動画をちょっとアップしていきたいと思います。で、えっと、ちょっと最近思ってるのが、えっと、例えばライブ配信、直接私がこの画面の前にいて、 皆さんがチャットで文字で送ってもらったものにどんどん答えていくっていうのもありかなと思ってライブ配信のやり方を今、勉強しているんですけどあのなかなかしょっちゅうエラーになってできなくてですねあのただ、近いうちにライブ配信はしたいなと思ってるのでライブ配信ってチャンネル登録をしてると今、ライブ配信が始まりましたっていう案内がボンって入ってくるので事前に告知してライブ配信ができればいいんですけど 多分最初の頃ってその告知通りにうまくいかないと思うので、ライブ配信、ぜひなんかね、ちょっと直接文字でやり取りして、このオンタイムで質問に答えてほしいなっていう場合は、あの、ぜひチャンネル登録をしていただければ、ライブ配信の案内が来るので便利だと思います。はい、今日はちょっと長くなりましたが、ここまでです。今日もありがとうございました。